千秋よ、お前確か5年2組だったよな。うん、そうだか、それが何か。地下って子知ってる？え、内田のことか。内田は内田以上でも以下でも地下でもないだろう。地下、なんか私そいつにひどい目に遭わされた覚えがある。噛みつかまれてピーマンとか食べさせられて。いや、そんなこと聞いてないから。日本の皆さん、ここにもし南家では何でも可能だということを疑い、南家が生き続けていることに疑問を持ち、南家に疑念を抱く人がいるなら、これがその答えだ。南家を帰り、 Yes, we can。 おほん、やあ、日本の皆さん、ここにもし南家では何でも可能だということを疑い、南家が生き続けていることに疑問を持ち、南家に疑念を抱く人がいるなら、これがその答えだ。日本よ、南家はここまで来た。しかし、やるべきことはまだたくさんある。だからみんな、自分たちに問いかけよう。南家の娘たちが長生きできたら、どんな進歩を遂げているだろうか。南家を帰り、 Yes, we can!